はい、女性専用車両です。はい、そうですね。男性さん、はい、男性だからどうかしたんですか。女性専用車両です。女性専用車両、この電車は、だからとそれがどうかしたんですか。各駅停車鶴見行きです。次は東十条。 なぜですか。どういう理由があって。お出口は男性ですよ。お客様にお車両です。うん、だからそういう名前の電車ですよね、まあ、車両ですよね。女性専用車です。はい、女性専用車は小学生以下の男の子、はい、お体の不自由な方 その介助者の男性にもご利用いただけます。そして健常者もご利用いただけますよ、もちろん。でこの電車は鶴見行きです。本当ですか。ちょっと鉄道会社がどうし、まあ、嘘ついてるというかね、周知不足ですよね。これこの電車につきましても赤羽駅約、うん、要はだって男性乗せたくないっていう思惑が見え見えじゃないですか。法律上も契約上も、ね、何も縛ることないし、そもそもあの決まり介助者の男性って言いましたよね。はい、決まりは介助者、介助されてる方どこにいらっしゃるんですか。私じゃないですよ、私健常者ですから。じゃあちょっと駅員さんに、うん、行った方がいいと思いますよ。聞いてみましょう。はい、私も分かんない。はい、ではご協力お願いする立場の態度ですか。そういうのってお願いされて成立しているものなのに、その上から目線っていうのがね、とっても気に食わないんですけど。意味が分からないです。まあいいっすよ、駅員さんいますから、ここに。あ、こう王子は、王子じゃないですかね、次。ここいないじゃない。何がですか。男性の方、お隣どう。だからなんでですかって言ってんの。女性専用なんですよ。だからその義務があるんですか。強制ですか。9時までご協力お願いします。それお願いした対応なんですかって。分かりました。そういう方もいらっしゃるんですね。迷惑をやめてくださいよ。誰でも乗れる電車に、あなたみたいな人いるから、体の不自由な人も具合の悪い人乗れなくなるんですよ。体が不自由なんですか。全然。じゃあいいじゃないですか。なんで。私今どこの車に乗ろうと私の自由ですよね。だって運賃払ってるんですから。でも一応9時までは女性専用って言われてるじゃないですか。うん、だ名前だけね、うん、それに固執してるあなたですか。名前だけじゃないと思うんですよね。じゃあ確認したらじゃない。そんなこと言うと私と話しても平行線じゃないですか。お出口は右側です。駅員に聞いたら一発で分かります。白黒の間が空いているところがあります。あなたは王子駅にいますよ。駅員は赤羽、東十条とか、次の上中座とは、駅員が不在なんですよ。いつも乗られてるんですか。はい。あ、そうですか。それ知りませんでした。いや、知るとか知らないとかじゃなくて関係なく、誰でも乗れるのが大前提なんですけど、まず、だって、鉄道、公共交通。じゃあ、あえて乗ってるんですか。いえ。違いますよ。あえて女性車両が好きで乗ってるっていうんじゃなくて。じゃなくて、便利だから。でも毎日乗ってるんですよ。はい。あえて毎日乗ってるっていうことですか。なんであえてって話なんですか。だって毎日他も空いてるじゃないですか。ここは比較的空いてますよね。比較的って言っても混んでる時もありますよね、まあ、今たまたまちょっと隙間があるけど。わかりました。通常ほらなんて言うんですかね、まあ、ご協力っていう形でできないの。というか、まあ、ご協力もあれなんですけど、そもそもなんでできたか知ってるんですか。あの車両が、理由があんまりは知りません。あ、知らないですか。痴漢対策なんですけど。あ、そうですか。はい、じゃあ痴漢でない男性はなぜ乗れないんですか。痴漢でないかどうかなんか分かんないじゃないですか。じゃあ私が黒人かもしれないとか白人かもしれないとか、そういう属性を理由にして排除するのが変わるんですか。ただ専用車両って決められているので、珍しいなと思ってお声掛けしたんです。珍しいところじゃなくて、当たり前のことがなってないのがおかしいんですよ。いや、あなたは話すべきでしょ。おかしいと思うのはあなたなんですから。私は不審者だと思ってるかどうか知らないですけど。
じゃあ話しかけないでください、最初から。シンセだろ。押すよ。駅員さん、ちょっと寝ないでください。なんか思い打ちるんだね。ありがとうございます。お願いします。うん、だから乗れないっていう風なこと言うようなことをおっしゃるんですよ。乗れなくはないんですけども、ほら、女性がいなかったら俺が嫌だよ。俺らお前じゃあったら、人が嫌だかして乗れなきゃいけないだろ、公共交通機関でよ。すいません、全国協力お願いします。え、弱っ。それでも乗られるんですか。それもあるんですか、乗れるんだもん。非常停止ボタン押せばよかったですか。皆さんに迷惑かかるのでそれはやめてください。いや、あなたは迷惑かけてるからです。私に脅迫かなんかですか。脅迫なんかしてないじゃないですか。私は乗れないと思ったので。いや、乗れることは事実なんですから、それは認めてくださいよ。それは乗れるのは解放者の方とお子様ですよね。次だ、健常者も全部乗れるんです。じゃあ乗れないのはどこに規定があるんですか。旅客営業規則の協力されないってことですよね。協力してますよ、相手裁量に乗って。協力じゃないじゃないですか。協力するっていうことではないんです。乗らないということに関しての協力はできないですね。じゃあもういいんですね、 OK なんですね。そうですよ、わかりました、 OK なんです。協力してなかった、うん、今一つ勉強なんてよかったですね。わかりました。ご協力されないっていうのもありなんですね。わかりました。そう、ご協力というものはこっちは任意ですよね。じゃあ今後も他の男性見かけても声掛けしないでくださいね。私声掛けちゃうかもしれない、ご協力される方には。だからされるかされないかなんていうのはこっちの勝手じゃないですか。あなたは必ず募金や献血にご協力するんですか。どんなの方も黙ってもらえます。は、一方的に言うんだ、両方じゃなくて。だからそういうことになるから女性専用車ができたんでしょ。そうそうそう、あなたみたいな人が逆だよね。女性専用車できたからこうなるんだよね。もういい、ほらほらほら。じゃああなたが痴漢じゃないっていう証拠はどこにあるんですか。じゃあ痴漢じゃないないかどうかじゃなくて、もういい、現在痴漢じゃないですよね。嫌です。いいさ、迷惑してるんでさっきから、朝からそんなさ。ごめんね、私もちょっとダメだ。そういうことある、迷惑、うん、迷惑だよ。ごめんね、ほらこれ。なんでそんなことするの。当たり前でしょ、脅迫だよ。嫌です、嫌だ。何をやってんの。女性専用車両のお会計や。あなた変わんない、ふざけんなよ。駅務室行きましょうか。駅務室行きましょうか。私駅員ですから。は、私駅員ですから。どこの証拠なんですそれは。ねえ、私東京駅で駅員やってますから。だからなんすか。いやいや、ちょっと駅員待って、駅員行きましょう。ちょっと私仕事なんですよ今日。私も仕事ですよ。ふざけんなよ。同じですよ、ふざけないでくださいよ。お前が押したんだろ。2番線に各駅停車、掴んだそっちですよね最初に。降りろよ、女性専用車両つってんだろ。乗れねえじゃねえかよ。乗れんのは間違いねえじゃねえかよ。他行けよ。ご注意ください。ふざけんな、触んじゃねえ。まあまあまあ、じゃあ駅務室行きましょうよ。なんでお前が行かなきゃいけねえんだよ。何の話。じゃあ俺行く。大船行きが参ります。なんでですか。あなた関係ないでしょ。いや関係ない、あんた押したんです。はい、あんた押したんです。だからなんですか。じゃ行こうよ。駅員呼んだんです。違う。じゃあなたは何、阻止してるんですか。いや、そんな、ちょっと待って。あ、これじゃあ勝手にじゃないですよね。じゃあ警察来るから。勝手にじゃないですよね。ちょっと暴力行為ですか。いやいや、ちょっといいお話がありますから。上行きましょう。行きましょうか。行きましょう。わかりました。あ、さっきの女性客も降ろしてくださいよ。今日いやいや乗れないってことを豪語されてたんで。ここに あの方は関係ない。なんで私だけ言うんですか。これ何ですか。わかりました。あなたちょっと後で本社に行かないといけない。また JR の本社に。いや持ってる。はい、行きます。はい、ちょっと待ってください。私何か悪いことしました。はい、しました。あとでちょっと話聞きますから。相手は
あいつなんか乗ってますよ、まだひどいですよね、まあ暴力振らせると事件ないか降りてもらって事件でしょ、これ、うん、はい、あおちゃんダメな、降ろしてもはい、じゃあ出してください、ローラー知ってますよ、はい、迷惑かけんだ、あまりみんなに、えのむこっちゃセリフですよ、はい、あの、ちょっとお名前はちょっと降りてもらって、事情聞かせてもらわないと、はい、よろしくお願いします、出して、はい、はい、事情聞かせてもらっていいですかね、こういう音して、ちょっと事情聞かせてもらった方がいいんですよ、ね、あの、連絡しますから、会社ちょっと、ちょっと、はい、すいません、じゃあ、あなたはでもあれですよね、いいから、最後、黙ってこい、ほら、とりあえず来い、ほら、いいですよ、みんな迷惑かけんな、お、ついてきます、話しかな、とりあえず、うん、ついてきますから、逃げないですよ、私は後方ですから、一方手形ですね、これ。はい、そうですね。よ、やだ、覚えてるぞ。いいえ、見てませんよ。見てないですよ。行きましょう、じゃあ、はい、駅務室に警察呼んで、はい、ですね、車内でお客さんのトラブルで今、加害者の人を確保したんで一応警察、被害者はちょっと急いでるんですけど、2名いて連絡先は聞いております、男の人と女の人です、はい、はい